私が生まれたのは冬が長いところだったわ。国を思う兵隊たちは最後の一人になるまで戦い続けた。そして私は国を失い、名前も捨てた。私の名を呼ぶ者はもういなかったか。何しに来たのかしら、兵隊さん。民間人か。行方不明者の手がかりを探している。あいつはこの辺りで。この先で私の可愛い弟が寝てるのだから、静かにしていただけないかしら。そうか、すまない。だが俺が探しているのも家族同然の仲間なんだ。仲間、家族、そんなのどうでもいいじゃない。どうせいつかはいなくなるんだから。騒がしくはしない。すまないが通らせてもらう。どうでもいいって言ってるでしょ。これはお前、軍隊のデカ。どうしてあなたたち軍人はこう頑固者ばかりなのかしら。早死にするわよ、誰かさんみたいに。何？帰る。長官。またここに来ていたのか。誰かと一緒だったのか。いい加減に諦めるんだ、ガイル。ここは何度も捜索した。だが何も見つからなかった。分かっています。しかしあいつは死んだんだ。お前はまだ生きている。ならば前に進め。分かりました。ヘドが出るわね、軍人どもが。あいつらのせいで世界中のどこにでも戦争はあった。どれもこれも些細でくだらない理由。世界は死に満ちていた。でも方が現れた。何時、名は。ない。何時、国は。ない。我は作る。神の国を名もなき花に名を与え、あまねく存在に千年の調和をもたらす神国を。共に来るか。目覚めたよ。
チャーリー・ナッシュ、あなたのその仮初めの命、あの方に捧げてもらう。価値のない軍人として死ぬよりよほどありがたいことでしょう。